はい皆さんこんにちはレックセン人講師森田隆二ですそれではただいまよりエコノミスト森田隆二の経済会計時事解説第18回目、えー、増刊号を開始いたしますよろしくお願いいたします はい、えー、本日、ですね、えーえー、18回目の増刊号ということになりますけれども、えー、画面の方う、ねえー、切り替えていきますがあ第18回目の、ね、増刊号となりますが、まあ、2018年の重大ニュースといたしましてですね、まあ、私が勝手に振り返ってみますと、まあ、こういった言葉で表現できるかなというふうふに思いましてねタイトルの方を「融和と対立」と、えー、させていただきました。 では、えー、次の画面に切り替えていきますけれども、えー、2018年、融、え、和、ー、と対立の年だったということなんですけれども融和、まあ、と対立という言葉に集約できるかなと先ほど申し上げたは申し上げたんですけどもやっぱりどちらかといえばインパクトでいうと圧倒的に対立だったのかなということで、まあ、ちょっと私ね、えー、強調させていただくということで、まあ、赤,赤の、ね、色で、えーまあ、ここね、えー、書かせていただきました。 ではまず、融和なんですけどどんな出来事がありましたっけって言いますとですねまあ例えば、こうですねまあ韓国と北朝鮮の融和とこういうお話ですよねまあ韓国の大統領ですね、え。ー あとでちょっと触れますねで韓国イイビオンマークス、えーえー、とムン・ジェインさんとおそれからあ北朝鮮のですね、まあ、キムさんなんですけども会、まああのーまあ、って対談ということがありましたでそれから後でちょっと触れますでそれからアメリカの北朝鮮の融和とで対立の方なんですけどもトランプ大統領とですね、まあ、トランプさんの重要閣僚ですねこれ結構対立して辞任したよというのがありましたしそしてまあ,あ 2018年はですね、中間選挙というのがあったんですけども中間選挙で会員が、まあ、あの取っってしまったと、多数を取ってしまったということで連邦会議会とですね、トランプ大統領もちょっと対立色を深めたのかなということですね。それから日本で言いますとですね、カルロス・ゴンさんが逮捕されてしまいましたよと、日産自動車本体と対立しているのかなと。 でそれから、やっぱり、ね、こちらが大きいかなという,ふうに思いますけれども、まあ、米中貿易戦争つまりアメリカと中国の対立ですね。こういう対立構造もあったということで融和、まあ、だけだったらですね、まあ、平和でいいんですけども、まあ、対立も結構あってですね、むしろ対立の方がほうがかなりいい影響を及ぼしているのかなという,ふうに思います。ね。では、 え早速、中身なんですけども、えー、韓国と北朝鮮の融和1といたしましてですね、まあ、4月、ですね韓国のムン・ジェイン大統領とですね北朝鮮のキムジョンイン・キムジョンウン委員長ですね、えー、軍事境界線のパンムンジョムで会談し,しましたよということですね。 えーでえー、北朝鮮の指導者として、えー、キム・ジョンンさんがです、ね、初めてこの軍事境界線をです、ね、越えたんだということでありまして、まあ、午前と午後、対談したわけなんですけども午前中はです、ね、韓国の方にある平和の家というところがあるんですけどもそこでまあ同席者を含めてです、ねまあ、あのキム・ジョンンさんの妹のです、ね、キム・ヨジョンさんなんかもいらっしゃったということなんですけども、えー、同席者を含めて会談とそして午後はです、ね、このムン・ジェインさんとです、ね キム・ジョンウンさんが2人きりで会談したということなんですよね。 まあの北朝鮮とです、ね、韓国というのはこの10年間はです、ね、ちょっとまあ疎遠になっていたということなんですよね。でなぜ疎遠になっていたのかというと、まあ、北朝あの韓国の,です、ね、あの政権がです、ね、保守寄りの政権であったということで、まあ、パク・クンネさんであるだとかです、ね、イ・ミョンバクさんであるだとか、まあ、10年間です、ね、保守系の政党が政権を取っていたということでありましてであのムン・ジェインさんというのはリベラルなんですよね。ですからまあノムヒョンさんだと それから金大中さん、金ム・デさんですね、まああの、の系列ということでありまして、だから、そのリベラルということですから、まあ、北朝鮮とですねもっと仲良くしようよという立場の方が、ですね久しぶりに大統領になったということで、まあ、それで今回のね、まあ、北朝鮮と、それから韓国のねそういったあの会談というのが実現したということなんですけどね。 で韓国と北朝鮮の言うは丸二ということで、まあ、パンプンジョグム宣言というのが結ばれたんですけれどもそれは何かというと北朝鮮半島のです、ね、平和と繁栄ですねこれを、ね、目標としてるんだと統一のためのパンプンジョグズム宣言と、まあ、こういう、ね、タイトル,ルなんですけども南北共通の目標としては完全な非核化であるともう核をなくそうよというお話なんですよね。 非常にですね、まあ、いろんなことを、まあ、まだ具体策が出てないというふうに結構言われてはいるんですけども、まあ、一応形になったのかなということでそれは一定程度の、ね、評価に値するということなんですけども、まあ、ただねちょっと残念なのが、まあ、道筋方,方法は示されてないと、まあ、具体策がないということがちょっと残念なところかなと。でその後ということになりますけども丸3ということでありまして。 えー、まあ2018年4月、えー、これはあのパンムンジョム宣言の行われたね、えー、まあ,あ 平和の家で行われましたよということなんですけどもその後ですね5月にもですねあの行われたんですね南北首脳会談がですねで、まあ、こ,のこちらはですね今度北朝鮮でやりましたということで、まあ、統一核というところでね同じくパンムンジョム宣言の北側という北側のところ、まあ、統一核というところで会談が行われたとあの6月にね次に触れますけどもあの6月にまあアメリカと北朝鮮がまあ会談をするということで、まあ、その前にですねもう一度ちょっと会おうかということで。 でまあ、韓国と北朝鮮の、ね、首脳会談が5月にも実現したとそしてまあ9月ですね、まあ、南北の首脳会談が2あのもう一度実現しましてですね今度は北朝鮮の北北京だったあの北朝鮮のね平壌だったわけなんですけどもそこでですね、えー、平壌共同宣言というのが結ばれましてですね、まあ、事実上の南北終戦宣言というのがね、えーまあ、なされたわけなんですね。 1953年にです、ねあのまあ、南北がです、ね、休戦協定というのが結ばれて今まで、ね、休戦の状態で来たということだったんですけども、まあ、ようやくです、ね、あの実質的な終戦宣言が行われたということだったんですけどもしかしながらこれもちょっと残念なのがです、ねまあ、平和条約そこまでいかなかったとっいうのがちょっと残念なところかなと。やっぱ平和条約まで行けば、まあ、本当にね えー、その朝鮮半島の平和というのが、ねまあ、実現できたのかなということなんでしょうけども、まあ、そこまではまだ至っていないということです、ねでえーまあ、アメリカとですね北朝鮮の融和一ということでありまして、まあ、6月になりますけどもシンガポールとですねシンガポールにてでで、ね、ちょっとごめんなさい、神々なんですけどもシンガポールにて、えー、米朝首脳会談が実現しましてですね トランプ大統領とキム・ジョン委員長、これが並び立ったということでありまして、これは史上初です、両国首脳がです、ね、対面するのは史上初なんだということですね、長らく対立しておりましたから、でまあ、昼食のデザートはハーゲンダーツと、まあアメ、アメリカといえばです、ね、ハーゲンダーツということで、まあ、高いわけなんですけども、値段はね、ですけども、まあ、あの添加物がほとんど入ってないということで、まあ、非常にアメリカのです、ね、アイスクリームとしては有名なものですよね、これが昼食で振る舞われたと。 で丸2ということで米朝首脳会談なんですけども共同声明が発表されまして、ね、トランプ大統領でに対し,してはです、ね、北朝鮮の体制を保障しようではないかと。 トランプ大統領といたしましてもですね、まあ、やっぱりあの北朝鮮というのはまあ、うん、脅威であったとあると今まではねあの ICBM って言って大陸間弾道ミサイルっていうのがアメリカ本土には届かないであろうということだったんですけど、まあ、北朝鮮のそのミサイルのですねレベルというのがどん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 ん上がってきてですね、まあ、アメリカの本土に届いちゃうという、まあ、そういったレベルにまあ今なっているということなのでまあちょっとね アメリカの本土にですねミサイルが届いちゃうというのは、まあ、核持っている国ですからねやっぱりあの物騒であるということで、まあ、アメリカとしてもですね、まあ、北朝鮮と仲良くするというのは、えーまあ、仲良くというかね仲良くというかねそういうふうにするというのはメリットがあるのかなと一方で、まあ、北朝鮮としても、えー、そのね体制保障してもらえれば非常にメリットがあると。 で体制保障してくれるんだったらキム、まあ、員長はですね朝鮮半島の完全な非核化これを実現しようではないかということだったんですね、これが共同、まあ、声明です、まあ。新しい弁調関係に期待が、ね、盛り上がりましたと。しかし、やっぱりねここでもですね具体策に乏しいんですよね。どういうですね、まあ、日程でですね このまあ、完全な非核化を実現していくのかとかそういう、ね、具体策が全然ここではなかったということでありましてです、ねまあ、そこはちょっと残念なところではあるんですがしかしながらやっぱり、ね、対立していたです、ね、キム委員長とアメリカの、ね、トランプ大統領がこうあの同じ場所に、ね、立って、ね、握手をするということはやっぱり一定の成果であろうということで、まあ、具体策に乏しいのではありますが。まああ 良、ね、かったなというふうに思っていいのかなと思いますね。でアメリカと北朝鮮の理由は丸三なんですけども6月の米朝首脳会談以降期待した成果は現れていないと。 北朝鮮への制裁解除も行われないということでありましてね北朝鮮への経済制裁っていうのはですね例えば石油製品であるだとか産業機械であるだとか運搬用車両のなどだとかそういったものがですね北朝鮮へ輸出が禁止されているということですねねあるいは逆にです、ね、北朝鮮かから食品だとかね。 木材だとととかそういうういいのを輸入禁止しますすよということでで、まあ、制裁が結構行われてるんですねで北朝鮮としては、まあ、制裁をですね解除してほしいとね、えー、核を放棄するからさと制裁解除してよっていうのが北朝鮮の望みであるわけなんですけども制裁全然解除してくれてませんねと。一方で、えー、まあ、北朝鮮の方もですね非核、えー、化するというふうに言ってはいるんですけどもアメリカが望むですね完全で検証可能で非 非可逆的なですね非核化これも実現してないということで、まあ、あのどちらも、ね、実現してないわけですね北朝鮮側北朝鮮に対する経済制裁も実現してないわけですし非核、まあ、化もですねアメリカが望むような非核化ですねこれも実現してないということで、まあ、あ一定の成果はあったと、ね、両首脳が並んで そして握手をしたということですから一定の、ね、南北あの米,米朝首脳会談というのは一定の成果があっただろうということなんですけれども、まあ、ただねやっぱり、えー、あの期待していたほどの成果はまだ出てないのかなということですね。ですから今期待されているわけなんですけど2度目のですね米朝首脳会談なんですねこちらに期待ということですね。 まあ日本といたしましてもですねアメリカと北朝鮮が仲良くなってですね、まあ、朝鮮半島で非核化が実現するのであればやっぱり日本としても平和が手に入るということで、まあ、日本としても好ましいのかなということでありまして、まあ、日本にとってもメリットがあると。 えーまあ、平和が実現すればですね、まあ、リスクが回避されますからあ、まあ、リスク回避ということで、まあ、円が売られるという可能性がありますねリスクが高まるとどうしてもですねリスク回避っていうのがね、えーまあ、投資家の方々考えますんで、えー、円が買われてしまうとういうことになるわけなんですけども、まあ、そういった意味では金融市場的にも、うん、日本にとっては好ましいのかなと平和が実現すればですね。 なので、まああのー、アメリカと北朝鮮ですね、まあうんうん、うまくやってほしいかなというところはありますねで今度、次なんですけれどもトランプ大統領とです、ね、重要閣僚等の対立1ということでありましてですね あの、トランプ大統領っていうのはとにかくアメリカ第一主義なんだという方ですよね。で、このトランプのトランプさんの、えー、主張ですね。これに従う方ももちろん閣僚の中にはいらっしゃるんですけども、一方でそれに対立するというかですね。もう少しバランスの取れた国際協調主義者っていう方々もいらっしゃるんですね。例えばえー、クビになってしまったんですけども。ティラーソン国務長官。この方は国際協調主義者だったんですね。 それからマ,マティス国防長官ですね、まあ、事実上クビだと私は考えてるんですけどもこの方なんかも国際協調主義者であって12月の末ですねあの辞任ということであったんですね。 ムニューシン財務長官、この方はまだね現役で財務長官やられておりますけれども、この方もひょっとすると危ないんじゃないかなというふうに私は思ってるんですね、でもこの方までやめちゃったら、ですね私、トランプ政権、どうなるのかなというふうに思うんですよね、やっぱりアメリカ第一主義というのは、ですね日本の日本には、まあ,あんまりいい影響が出てこないと。アメリカ第一主義だからこそ、まあ、これかららここそれやる 貿易戦争が起こったりだとかしてねで貿易戦争が起こるとですねどうしても金融市場が不安定になりましてね、まあ、円高、えー、株安という流れになりかねないわけですよね。だから日経平均株価なんかも、まあ、2018年の末に非常に落ち込んだということでありましたけどもあのそれの原因の一つはですねやっぱりあの米中貿易戦争にあるということでありまして、まあ、そのアメリカ第一主義者なんかがですね、えーまあ、あの閣僚で多数を占めてしまいますとですね、まあ ますますその傾向が、ねえー、まあ大きくなってですね、まあ、日本にとってもあるいは世界経済にとっても、まあ、悪影響が及んでしまうのかなと思いますねだからムニューシンさん、まあ、この方がですね、まだ閣僚に残ってるからまだいいんですけどムニューシンさんなんかね、やっぱりあの金融市場の悪影響なんかを考えてですね、まあ、あの米中貿易戦争におそらく賛成じゃないですよ。 だからまあトランプさんとちょっと足並みを揃えているところがありますけどもムニューシンさんがまあちょっと今、我慢してるんじゃないかなとで我慢のその堪忍袋の尾が切れたら、まあ、ちょっとねやっぱり辞任なり、まあ、あるいは対立でクビになっちゃうということでそうなるとねアメリカ第一主義者が増えてですね、これからどうなっちゃうのかなという,ふうに思いますね。 でそれからパウエルさんですね、FRB の議長,議長ということで、この方は閣僚ではありません、閣僚ではないんですけども、FRB 議長という、アメリカの中央銀行のトップという位置づけになりますけれども、この方もですね、首にしようとしておりましたね、結構12月の末あたりなんかは、ですね本気で首にしようというふうにトランプさん考えてたそうなんですけどね。では、その次なんですが。 トランプ大統領と重要閣僚等の対立2ということでありましてまずティラーソンさんからいきますけれども、まあ、ティラーソンさんは国務長官という立場でありまして、まあ、元エクソンモービルのトップですねで国務長官というそのポジションはです、ね、あの閣僚の中ではです、ね、継承順位が一番高いんですね。 あのアメリカの大統領がもし何か,かあった場合ですねじゃあ次に誰が大統領に一時的になるのかというともちろんまあ副大統領という方がいらっしゃいますから副大統領がなるとで副大統領というのは上院の議長を兼任しております。でそれがまあ一応ナンバー2であると でえー、まあ副大統領ではない副大統領もじゃあだめだったらどうするのっ言うと継承順位が3番目の人がなるわけなんですけど継承順位の3番目というのは下院の議長なんですね、下院の議長。じゃあ4番目はど,どこかというと上院には仮議長というのがいるんですよ。あの上院の議長というのはですね副大統領と兼務しますから副大統領も上院議長は副大統領になっちゃいますからだから上院には、ね、仮議長というのがいるんですね。でじゃあそののの上院の仮議長がですね証券順位の 2, 3, 4, 4番目ですねで、まあ、ティラーソンさんはあその国務長官ということだったんですけど,、えーえーどえー、4番目になるわけですね。で、えー、まあ象形順位があさっきちょっと数え間違え,ま,数え,間違えましたね副大統領が1番目、えー、そして下院、えー、議長それから上院、えー、仮議長。 そしてティラーソンさん、国務長官ということで国務長官が、まあ、あの長官の中では一番ね、証券順位,証券順位が高いということで、まあ、だからあの、ポジションとしてはです、ね、非常に大切なポジションだったわけなんですけどこの方が、まあ、2月か3月にね、クビになってしまったと。で、えーまあ、なんでクビになったんですかっていうと、まあ、トランプ大統領と、まあ、意見が食い違ってしまったとっいうことですね。 トランプ大統領のイラン核合意破棄に反対という、ね、立場を取ったんで、えーまあ、解任と、えー、クビということになってしまったんですね。 まあ、イランの核合意って何でしょうかということなんですけどもイランの核合意っていうのは2015年に結ばれましてね、まあ、アメリカイギリスフランスドイツ中国ロ,ロシアと、えーまあ、国がいるわけなんですけどもそこで結ばれまして、まあ、イランが核開発ですね大幅に制限するその代わりにですね、えーまあ、欧米がですね金融制裁あるいは原油取引の制限こういう制裁をですね緩和するっていうね え、そういった合意ですね。これがイラン。 核合意といわれるものなんですけれども、まあ、アメリカのトランプさんはですね、まあ、これに対してですね、まあ、結構その、えーまあいい、いいものだというふうに思っていませんでね、えー、そもそもその核合意には弾道ミサイルの開発規制が盛り込まれていないじゃないかと抜け穴があるでしょうと、えー、あるいはですね、えー、その期限が設定されているんですね、15年という、ね開,発そのね、開発を制限すると核開発を制限するという、ね、期限が15年というふうに決められてると。 期限なんか決められてるからダメだめだというふうにトランプさんは考えてまして、まあ、そういうねトランプさんはもともと核合意に対してちょっとねそういう抜け穴があるっていうふうに思ってる方でそれでふざけんなということでその核合意をです、ね、破棄してしまったと。で国際協調を主義者であるティラーソンさんとしてはやっぱりそうするとですね足並み崩れるんじゃないかっていうことで反対したわけなんですけどトランプさんはあね 反対するんだったらやめろっていうことで、まあ、クビにしてしまったと、まあ、そんな流れなんですよね。 三番ということでありまして今度はマ,マティスさんですね国防長官ということでありまして、えー、この方は、まあ、軍人さん、えー、出身なんですね、えーまあ、あの海兵隊の大将というところまでいった方でありまして、まあえー、とあごめんなさいここ国防長官ですねごめんなさいね国務長官というふうにやっちゃいましたけど国防長官ですけども承継、えー、順位が6位ということでありまして、まあ、先ほどの国務長官これが承、ま、継、あ、順位が4番目。 で財務長官が5番目で、財務長官の次に来るのが国防長官ということで、だから非常に、ねえー、閣僚の中でも重要な閣僚ですね、やっぱり国防長官というのは、アメリカというのはね、やっぱり軍隊を持ってて、世界最強の軍隊を持っているわけですから、そこのトップである国防長官というのは非常にね、やっぱり重要なポジションであるということで、承継順位も、えー、その非常にね、高めになっていると、国務長官、財務長官で、その次のポジションであると、これが国防長官ですね。 でマティスさんというのは、ねあのまあ、非常にこうブレーキ役だったんですね、非常にあのトランプ政権のブレーキ役であって、えー、非常にカリスマ性を発揮している方であった、これがマティスなんですね。 でまあ、日本なんかではひょっとしたらあの、まあ、誤解されてる方がいらっしゃるのかもしれませんけどマティスさんっていうのは狂犬、まあ、とかねそういうふうに言われたりしてるんですねマッドドッグ狂犬というふうに言われたりしてるんであの考え方が結構極端なのかなというふうに、まあうん、勘違いされてる方がいらっしゃるかもしれませんけど先ほど申し上げてましたように、ね、ですね、まあ、このマティスさんっていうのはあの国際協調主義者なんですねアメリカ第一主義者じゃなくてむしろその同盟関係を重視しようというね えー、むしろバランスの取れた方でそのトランプさんの行き,過ぎをです、ね、行き過ぎに対してブレーキをかけるような、まあ、とても大切なポジションの方だったんですねトランプさんなんかもかなりリスペクトされてた方だと思うんですよねでそんな方がまあ辞任ということで、まあ、トランプ政権これからねちょっと厳しいんじゃないかなというふうに思うんですよねで。なんで辞任したのかっていうとこれですね トランプ大統領のシリアからの米軍撤退に反対したんだということですねあのシリアにです、ね、アメリカがです、ね、介入しているわけなんですね。 まあシリアっていうのはアサド政権というのがあってそれでアサド政権に対してまあ反対してる人がいるわけなんですけどその反対派を支援しているとシリアってもともとフランスから独立した国であってアサドさんが大体40年ぐらい独裁政治を続けててまあ反体制派の人たちっていうのがいてですねでアサドさんに、えー 対するその反体制派に、まあ、アメリカがついてやってたということなんですけど、ね、だからアメリカとかヨーロッパ諸国ですねあとトルコだとかサウジアラビアっていうのが反体制派についててで体制派についているのがロシアだとか中国だったわけなんですけどもそこからです、ね、アメリカが抜けちゃうってことなんですね。でトランプさんはもともと選挙公約なんかでも確かそうだったと思うんですけどもあのシリアに、ね、米軍を派遣するのはちょっと、うん、あんまり賛成はしてなかったんですよね。えー、あの 米軍をシリアに送ってもですねあんまり世界的には喜ばれてないとあるいはアメリカ人がアメリカの若い方がですねそれで命を落とすことだってもちろんあるだろうとそれから何にしろ金がかかるんだということでそのシリアに米軍を、ねまあ、送るっていうのはもともとトランプさんとしては よ、まあ、くないというふうに思ってたわけなんですけど今回シリアで,です、ね、あのイスラム国というのがシリアに結構入ってきてです、ね、だからもう結構いろいろシリアというのは非常,非常にまあ混乱してたわけなんですけどイスラム国が今回、ね、イスラム国にあの勝ったんだと勝利したんだというまあ状況になったんですねなのでイスラム国に勝ったわけですから、まあ、これで落ち着くだろうということでじゃあアメリカ軍撤退しようよというのがトランプさんの考えで,でマティスさんはですねいやいやちょっと今撤退するのはどうかと思うよということで それで、えーまあ、トランプさんと、まあ、その意見が、ね、食い違ってしまってそれで、えー、マティスさんが辞任してしまったと。だけどこれも、ね、やっぱり、ね、事実上の解任だというふうに考えてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、丸四番ですね、えーまあ、パウエル、えー、FRB 議長ということでありまして、まあ、この方はですね閣僚ではないんですけどね。 えー、パウエル議長はあ、2018年ですね、4度利上げしてしまったと、でそれによって何が起きたのかなというと、株価が下落してしまったよということなんですね。 あのまあ、利上げ、まあ、金利を上げるってことなんですけども利上げするとです、ね、経済にとってはです、ねまあたあのー、悪影響が出てきてきしまうんですよねえ金利を上げてしまいますとです、ね、何が起こるのかなというと、まあ、企業がお金を借りたときのです、ね、支払う利息が高くなってしまうということでありまして、まあ、企業の業績に悪影響が出てくるということでその悪影響の懸念からです、ね金利があのー、株価が下がってしまうという、ねえー、そうしたあ、ね、現象が起きてしまうんですね。 イオン度も利上げしたということでありますので株価が下がったじゃないかということでやっぱりトランプさん、株価気にしてますからねお前のせいで株価が下がったじゃないかということで,れであの、まあ、トランプさんとしては、ね、パウエルさんに、まああえーまあ、いい、ね、気持ちを抱いてないとということなんですね、えーでまあ、トランプ大統領はです、ね、パウエル解任を、ね、検討をしているんだということですね。 でまあ、正当な、あのただね、パウエルさんはなかなか解任できません、正当な理由がない限り、議長っていうのは、ね、解任できないんですね。 だから、金融政策が気に食わないというのは正当な理由にはこれ当たりませんから、えー、それではクビにできませんとだから、なんかねパウエルさんがなんかこう犯罪とかそういうことを、ねえー、犯罪を犯してしまったというのであれば、ね、正当な理由があるということで、えー、首をはねるということはもちろんできるわけなんですけども金融政策が気に入らないと、ね、政,府の政府として金融政策が中央銀行がやっている金融政策が気に入らないというその理由ではです、ね、クビにすることはできませんという、ね、ルールになってるんですね。 やっぱり中央銀行の独立性というのがありますからね中央銀行の独立性というのがありますので金融政策ということで金融政策が気に入らないというのは正当な理由になりませんよということですね。やっぱりあの中央銀行の独立性というのは大切でありましてねあの第一対戦後だったんですけども、まあ、ドイツがですねハイパーインフレというのを起こしてしまったんですね。 えーまあ、中あのドイツが、まあ、多額の、えー、借金が生じたということでその時中央銀行にいっぱいお金をすらせたもんですからお金の価値が下がってしまってっていうねハイパーインフレが起きてしまったということであのもう本当にひどかったですね、えー、パンをね1個買うのに1兆円悪く必要だったということでそれぐらいあのお金をすりすぎてしまう、えー、とお、ね、それぐらいのハイパーインフレが起こる可能性があるということで、まあ、そういう教訓からですね中央銀行 銀行はやっぱり政府から独立していなければいけないということで中央銀行の独立性っていうのがあるんで簡単にクビにできないんですよね。だからもちろんなんかそのね中央銀行のトップが議長がなんか悪いことをしたんだったらそれは正当な理由があるということでもちろんクビにできますけれども、うん、そういうね理由がない限りねやっぱり中央銀行の独立性っていうのはやっぱり重視されるということであります。 あ,あそれからねこれもちょっと申し上げておきましょうかねで先ほどムニューシンさんのお話を申し上げましたけどムニューシンさんという方がねあのー、まあ財務長官でねでムニューシンさんはまだクビになってないんですけどあの FRB の議長にねあのこのパウエルさんをねムニューシンさんが結構強く押してたんですねでお前がおあの押したやつがですね金利上げちゃうから株価下がったじゃないかっていう最近ではムニューシンさんに対してもねトランプさんはあいい気持ちを抱いてないっていうことなんですよねでムニューシンさんとそれトランプさんっていうの 結構、ね、そのまあ、水面下では実は対立関係にありまして、ねまあ、先ほど申し上げましたようにムニューシンさんというのはその、えーまあ、金融市場をやっぱり重視財務長官ですからね金融市場、まあ、元ゴールドマサックスということで金融市場をやっぱり見ている方でやっぱりあのトランプさんというのは今、アメリカファーストあの、えー、米国第一主義ということで。 米中貿易戦争っていうのを仕掛けているわけなんですよ、えー。後でちょっと見ますけどね。で、それをやっちゃうと、どうしても金融市場で。金融市場に悪影響が出てきてしまうんですけれども。あの、それを、それに非常に、えー、懸念している方であると思うんですよね。無入信さんというのはね。 でありますから、ムニューシンさんのおそらくね本心としてはですね米中貿易戦争というのは良くないというふうに思っていると思うんですよね。だからそこがまず1つの対立点ですよ、アメリカの大統領トランプさんとね。でそれからあともう1点がトランプさんというのはこれからまた述べますけどもあの貿易 赤字が今アメリカは非常に大きいんですよでこの貿易,マス貿易赤字を解消したいっていうのがトランプさんの,その政策の目標の一つにありましてねで貿,易貿易赤字を減らすにはドル安になればいいっていう、まあ、解決策があるんでだからトランプさんというのは、まあ、ド,ルがドルはあまりにもちょっと今強,い強すぎるんだっていうねそういったドルは高すぎるっていう考え方らしいんですよね。 でまあ、でそれに対してムニューシンさんは強いドルっていうのがアメリカには必要なんだっていう立場なんですよ。アメリカってやっぱり基軸通貨ですからね、ドルはね。 ですからそのドル、それからユーロそれから円とか元と,とか通貨がありますけどやっぱり世界で一番取引する際に使われている通貨がドルですからやっぱりドルが弱くなったらですねえやっぱりその基軸通貨としての価値が損なわれてしまうということもありますしやっぱりドル高っていうのはアメリカ経済にとってもね一定のそのメリットっていうのがあるわけなんでえその歴代のねアメリカのトップに立つ方はやっぱりドル高っていうのはあのとても大切なんだといううふに言ってるんです。けども ムニューシンさんもそういう立場なんですが、えー、そこでアメリカの大あの現在の大統領トランプさんはね、むしろちょっとドルは今高すぎるというふうにちょっとね言っている方なんで、そこでもねちょっとねあのー、まあ対立というかね考え方の食い違いっていうのが出てるんで、まあひょっとしたらねそのムニューシンさんとの対立がまた深まってですね、これで、えー、解任とか辞任というふうになってしまったらですね、また金融市場がちょっと混乱するんじゃないのかなというふうに思いますね。もうトランプさんのね重要な側近が あのやめまくってるじゃないかとクビにされまくってるじゃないかっていうのはやっぱりね金融市場に対してもね影響で考えるとまあどっちかというと悪い影響が出てしまいますよね。では今度次なんですけども。 えー、中間選挙というのがね、えー、ありましたね2018年は。で中間選挙っていうのは何ですかっていうと、まあ、4年ごとの、ね、大統領選挙と重複しない年に行われる、まあ、上院と下院の選挙なんですね。それが2018年にありましたよと11月だったんですけどもで選挙前はですね上院は 民主党と共和党で49議席そして共和党は51議席持ってましたよと上院というのは100議席あるんですねで共和党がまあトランプさんは共和党ですから共和党がトランプさん共和党ということなんですけど持ってましたと下院の方もですね民主党が193で共和党が235ということで選挙前は下院も共和党が抑えてましたという内容だったんですね。 じゃあ、えー、選挙後どうなったんですかというと上院はですね民主,党を民主党の数字を上回りました共和党がですね要は勝ったわけです過半数は与党ということですね。ねだけども下院で、ね、これ負けてしまったんですね、えー、過半数が野党ということでありまして国会がねじれてしまったんですね大統領は共和党出身。 そして上院は共和党が取った与党が取ったわけなんですけど下院は民主党ということでありまして、まあ、ねじれてしまったとこれねじれ国会というふうに言いますけどね、まあ、あのこれは非常に問題でありましてねあのまあ上院はあの民主共和党が取っている与党が取っているということで、まあ、上院では法案が、ね、通るということになりますけど下院ではですね共和党が少ないわけですから。 野党の方が多いわけですから下院ではですね政権が望む法案が通らないというねそういった事態が生じかねないということで、まあ、これからねトランプさんが望む法案これがねなかなか通らないということが起きてくるだろうなということでありまして非常にこのねじれ国会というのは、まあ、問題であるのかなといいううふうに思いますねただねじれ国会って珍しいことではなくてとあの前政権のねオーバーマ政権の時もありましたし、まあ、結構ですねあるんですね。 あの珍しくないんですねじれ国会というのはねじゃあ、えー、その次なんですけども、えー、ねじれ国会今後の政権運営は厳しいですよと先ほど申し上げましたように、えー、法案ですねこれなかなか通らないんじゃないのとで予算案これも通すのも大変ですよねと両方通らないと駄目ですからね上院と下院両方通らないとダメなんで民主党の理解を得る必要が出てくるねと。 でえーまあ、トランプさんは、ね、移民政策ですね。 あのまあ、メキシコに壁を作るという移民政策ですねこういうのをぶち上げてますしそれからあの医療保険制度オバマさんがですねオバマケアっていう医療保険制度を作りましたねでそれを撤廃しようというお話ですね、えーまあ、こういうね考えをお持ちですからこういう考えを法案に乗せてですね通すのが民主党が下院で、えー、多数取っちゃいましたから、えー、非常に厳しい展開になってきましたよということで そうなんですよね。 でまあ、医療保険制度、これオバマさんがねオバマケアということであのアメリカっていうのは日本のように国民皆保険制度が整っておりませんであああののー、まあ、医療保険にあの民間の医療保険に加入するっていう形態だったんですねだけど民間の医療保険はやっぱ高いですからあお金がない人はそれに入れないということでそうすると10割負担ということですからお金ない人にとってはですね医療医,医療というサービスを受けるというのは非常にうん、まあ、大変だったわけなんですけど、えー、オバマさんが医 医療保険制度を構築したと。でそれをひっくり返したいというのがトランプさんなんですね。あのオバマさんっていうのは民主党ですから。でトランプさんっていうのは共和党で民主党っていうのは大きな政府の立場なんですね。ですからまああの政府がねいろいろしてあげるっていうねそういった立場の考え方に立っているのが民主党であると。だから経済学でいうとケインズ i a の発想法なんですよね。 でそれに対して共和党、まあ、トランプさんは共和党から出ているということで共和党というのは、ね、小さな政府といいまして、まあ、あの経済学的に言えば古典派の考え方なんですけども、まあそのね、医療保険制度なんかも あのまあ、極力なくしてですね個人で負担しましょうと政府は小さい方がいいでしょっていうねそういった考え方なんでトランプさんとしてはこのオバマさんが構築したいこの医療保険制度ですねオバマケアですねこれぶっ壊したいということなんですけども国会がねじれちゃいましたんでぶっ潰すのも難しくなってきたのかなとしかしながらですねこれ上院でね過半数を取れたのは大きいんですね。 でどうしてかというと指名人事、ですねそれから条約の批准、えこんなことについてえ助言と,助言とです、ね、同意を与える,の与える権限はです、ね、上院のみなんですね。 まあこの例えば指名人事でいうと、まあ、直近ではです、ね、最高裁判事の、えー、人事というのが出てくるのかなと思いますね。で最高裁人事で言いますとです、ねまあ、現在あの最高、最高裁の,その判事というのは就身制なんですね。 終身制とはいってもですねやっぱり高齢になるとまあやめるということでありますけどもああのまあ、大体、就寝制ですから30年以上は勤めるケースが多いんですけれどもでこ日本のように国民審査がないんですよ。日本だったら最高裁の判事というのは国民審査っていうのでひょっとしたらクビになるかもしれないというのがありますけど一度なっちゃったら終身制ということでないんですね最高裁判事アメリカの最高裁判事というのは、ね。で、えー、現在、最高裁判事についているお二方が非常に高齢なんです。一一人人は85歳でもう人が 79歳ということでこの方々はおそらく辞めるであろうとで辞めるときにそのトランプさんが今度ね指名人事するわけなんですけども上院が助言と同意を与えるということですから上院をトランプさんね今回取りましたんでねそういった意味では非常にね上院取れたのっていうのは大きいかなっていうふうに思いますねあの最高裁っていうのは、まあ、アメリカは結構ね最高裁って非常にまあ日本もそうなんですけどとて,もとても大切なんですね、まあ、最高裁裁判判所所っていう裁判所がね結構 あの政策なんかにも結構関わってきたりもしますんで、えー、まあそこをねあの握れるっていうのは結構大きいのかなというふうに思いますね。 でえー、今度、その次、ですねごめんなさい、なんか下の方にちょっと出てきちゃってますけども、えー、今度、テーマが変わりまして、えー、ゴンと日産の対立ということで1ということなんですけども、えー、11月19日にですねカルロス・ゴンさんがあ東京地検特捜部にですね逮捕されてしまいましたよとこれ、突然のですね出来事だったですねで理由はといいますとですね金融商品取引法違反であると有価証券報告書の虚偽記載だっていうことなんですね。 で2017年までの8年間で、まあ、役員報酬90億円ぐらいなんですかね虚偽記載しておりりままししたよとということであります、ね、しかしながらこの虚偽記載というのはねだから例えば会社を辞めた後にですねカルロス・ゴーンさんが会社をや辞めた後にまに、あ、顧問料なり何なりの形でお支払いしましょうかというねまだ払ってませんという未払い報酬分であったということなんですね。 でえー、それが毎期10億円分ぐらいあったんじゃないですかということですね。でえー、それを明記しているです、ね、文書もあったんですね。未払いとはいえ今後こんなにあの予定で払っていきましょうみたいなねそういった文書なんかも作成されてたということで、まあ、こういうのが残っちゃってるとですね未払い報酬ということでお金はまだ払ってないんだけど今後払われる予定がありますよということで、あのーまあ、有価消費、あのー、金融、えーまあ、財務諸表というかね その有価証券報告書にです、ね、載せなければいけないというのがルールではあるんですけれどもあの、まあ、それをね、えー、未払いだから載せる必要ないでしょうということで載っけてなかったということでそれはルール違反だということで捕まってしまったということですね。 まあ会計的には未払いとはいえまあそれが確定しているのであれば引き当て金を積まなければいけないとで引き当て金を積むとしたらその分費用計上されるわけですから利益が減るということでやっぱり利益の数字も動いてくるということになりますからまあ90億円の虚偽記載というのはですねやっぱり利益の数字もやっぱり動いてくるということでえまあえまあ虚偽記載はこれマーケットに対してもちょっとね まあ額はそんなに多くはないんですけども、まあ、ちょっとね影響が出てくる時代だったのかなと思いますね。で、えー、さらにね、えー、再逮捕ということで、まあ、2回ほど、えー、逮捕されておりまして、えー、会社法違反というので逮捕もお、えー、と3回目の逮捕の時はね、えー、会社法違反だったですね特別背任というね 特別背任というのは、まあ、任務に背くというふうにこれ書いておりますけれども、まあ、自分の利益のためにです、ねえー、まあ行動してしまって会社に損害を負わせてしまうような行為を背、まあ、任というふうに言うんですけども、えー、特別背任ということで会社法違反で再逮捕ということでありました。で対立の二なんですけれども。 えー、なんで、えー、そもそも対立してるんですかねというと、えー、後ろにルノーがついてるんですね日産の後ろにはルノーがいるんです、えーまあ、日産の筆頭株主がルノーなんですよと43.4%なんですね。 まあの日産自動車がバブルが崩壊して以降です、ね、業績が落ち込みましてね、まあ、90年末あたりには結構やばいというところまで来たんですけども、まあ、その時助けてくれたのがルノーであったということなんですねでルノーが大幅に出資をしてくれてですねで、えーまあ、カルロスウォ、ねえー・ゴーンさんが送り込まれてと40歳半ばだったんですけどね40代半ばだったんですけどゴーンさんが送り込まれてそして復活したと。 えーまあ、43.4%ということでありまして、まあ、これ実質的に、あのーまあうん、親会社ですねルノーが日産の親会社であるということなんですね。で日産はルノーの株式15%持ってますけどフランスの会社法によって、まあ、親会社はルノーなんだからということで、あのー、15%持ってるにもかかわらず議決権はないという状況になっちゃってるということですね。 でえーまあ、フランスはルノーの筆頭株主も実質的なフランスという、まあ、国がありますけども、えー、フランスがルノーの筆頭株主なんだと、ね、ルノーというのは、まあ、民間の自動車会社になるわけなんですけどもあのフランス政府がですねルノーの筆頭株主なんですね15%ほど保有してると。あの戦後ですね、まあ、ルノーの創業,創業,創業者があのまあの 押しし出されましてねそれで、まああのえー、政府があまあト株主になったと、まあ、そういった流れが、ね、ルノの歴史にはあると。で15%現在持ってるということなんですけどもあのフロランジュ法っていうのがですねあのフランスのオランドさんが法律として作りましてですね30%分のですね議決権をね、えー、持つというね えー、この15%持ってれば2年,2年間15%持ってればその倍の、ね、議決権をその後持てるというねそういった法律を、ね、オランドさんという前大統領ですけども作っちゃいましてですねですからルノーの株をフランス政府が15%持ってますけど2年以上持ってますからね30分の議決権を持っっちゃってるわけなんですねですから日産の親会社はルノー。ルノーの大株主が フランス政府とということなんですねだからフランス政府は、ね、実際の日産の、ね、非常にまあ大きな影響を大きく、ね、影響を及ぼす存在であると。で現在フランスの大統領はマクロンさんなんですけどもこのマクロンさんはですねルノ,ーをルノーが、ね、日産を飲み込むっていうねそういった、ね、ことを望んでる方なんですね。 で、何で望んでいるのかっていうと、今マクロさん、マクロンさんはですね。もう支持率が非常に低下しちゃって困っちゃってる状況なんですよ。今だいたい。もう25%ですよ。 えこの間見た数字だったら23%まで支持率が下がってまして、えー、オランドさんという方がですねあの歴代で最低の支持率を叩き出した方だったんですけどそれと同じ水準まで下がっているということで、まあ、非常にですねあの、まあ、支持率が下がって困っているという状況にありますんでね今、日産を飲み込むことに成功すればですね日産が雇用を生んでくれるとフランスの雇用を生んでくれるとそうすれば自分の点数が上がるということでマクロンさんはあの日産が欲しいんですね。 であの今、日産というね会社を事実上抑えているのはルノーなんですけどもそれをあの実現しているのはカルロス・ゴーンさんのカリスマなんですよねですからそのカ,リルカルロス・ゴーンさんがいなくなった後もですも、ね、きっちりと安定的にあの日産を抑えられるようなそういった状況にしておきたいということで、えー、まあじあの完全にね子会社化したいというのがマクロンさんの意向であるわけなんですよね。 で、まあ、今回、えー、日産といたしましては、ね、飲み込まれるの嫌ですから、ね、ルノーに飲み込まれるの嫌ですから飲み込まれないために日産が起こしたクーデターそれが今回の、ね、件なんですね。ゴンさんがこんなに悪いことをしておりましたよというふうに日産がこう、ね、検察にあの情報をリークしたと。 なぜリークしたのかというと、まあ、フランスに飲み込まれないようにするためだったとだからこれはもうある種のクーデターというふうに見ていいのかなというふうに思いますねでゴーンと日産の対立なんですけども、まあ、しかしながらね、まあ、今対立しておりますけども、まあ、あの権力闘争に明け暮れてるような状況なんですが、まあ、日産とルノーは、ね、もうやっぱりね後戻りできない状況まで来てるんですね。 で自動車産業は今変革期にありまして、まあ、自動運転 EV カーシェアということで、えー、日産とルノーの関係を一層ねより一層ね強化しなければいけないような状況に来てるわけなんですね、まあ、例えば、まあ、車題を共通化してるってことはもうやっておりますけども共同購買研究開発さらにね一層ね、えーまあ、仲良くしていかなければいけないでしょうと。 今こそグループ一丸になる必要があるんだっていうことなのであの対立は確かにしてるんですけどもやっぱりねあのもう後戻りできないところまで来てるんですね、まあ、日産としてはねやっぱりねあの飲み込まれたくないですよ日産の方が全然規模が大きいですから。 だですから、やっぱりね、えーあの、食われたくないっていうのはあるわけなんですけど、だけどもうね、ルノーとじゃあ別れますっていうね、その状況にはい,あのいけないかなっていうことですね、やっぱりルノーとの関係はやっぱり継続しないと厳しいのかなというふうに思いますね。 で私ね、ね今回の件はね、あのーまあ、カルロス・ゴーンさんが捕まったということで、まあ、ちょっとね、うん、どっちかというとカルロス・ゴーンさんかわいそうなのかなというふうふに思いますよね。でどうしてかというと、まあ、カルロス・ゴーンさんの今回の、えー、役員報酬いくらごまかしたのかというと90億円のごまかししかもまだもらってない未払いであるとで未払いっいうことはひょっとしたらもらえないかもしれないわけですよね。 だからそれでちょっとね逮捕されるっていうのはうちょっと厳しいのかなというふうふに思いますね。でまあ、何をえと比べて私は厳しいのかなというふうふに考えているのかというと、まあ、東芝なんですよ、えー、東芝は2500億円近く粉飾決算をしてたわけですよで利益の数字をごまかしてたわけですね誰か逮逮捕捕さされれましたか逮捕されてないんですよ、ねえー、誰も2500億円もえ利益の数字をごまかしてたのに逮捕されてないでそれに対してたった90億円ですよ。 悪いけどたった,たったって言ったらあれなんですけど日産の,、ね、あの売り上げ十数兆円ですよ、日産の売り上げでいうとねでその中のたった,たったって言っちゃ申し訳ないんですけど90兆円なんですよね、ごまかしてるのがねですからそれほどまあ大きな影響っていうのはないにもかかわらず逮捕しているということで、えー、一方で、まあ、逮捕されてない経営者もいるっていうことですよねだからちょっと厳しいんじゃないのかなというふうに思うんですよね。 あのよくねあの東芝が逮捕されなかった東芝の経営者が逮捕されてないんだけど、えーえー、同じような粉飾決算をした、ね、堀エモ門さんが逮捕されたそれは何でそういう差が出てきてるのかっていうと堀エモ門さんの場合はね逮捕された理由やっぱり粉飾決算、まあ、50億円の粉飾決算だったわけなんですけど。 それをしなかったら赤字だった赤字だったけど粉飾計算したことによって黒字になったと赤字から黒字への粉飾計算だからやっぱ罪が重いでしょってことで逮捕されたっていうのが一般的な理解なんですね。でそれに対して東芝の場合は粉飾計算したんだけど、えー、黒字の状況であの黒字の粉飾計算をしたとだからそんなに影響大きくないでしょってことで、えー、逮捕されてないっていう、ね、ことを言う方がいらっしゃるんですけど今回の,あの例えば日産のケースだったらですね、えー、ゴンさんのその粉飾計算ゴンさんのねあの ごまかしてたっていうのは別にそんなに黒字あの赤字とか黒字の話じゃないですよ全然その決算のね、えー、黒字の額にはほとんど影響を及ぼさないレベルですよでそれなのに捕まっちゃってるっていうことですからまあちょっとね、えー、日本ってどういう国なのかなっていうふうに思ってしまいますよねだから私が懸念してるのはあのー、日本っていうのは稼ぎすぎたら怒られるとねそして何かあったら逮捕されてしまうかもしれないと。 いうことなのでこれからね外国からねあの経営者がねどん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 んやっぱりね日本に素晴らしい経営者が来てほしいんですけれどもそんな国に誰が来るかっていうね、えー、今回の事件でなってしまったんじゃないのかなということでそこはねちょっとね私は懸念しているところですねだからゴーンさんはだいたい20億円近くですね毎年もらってたと、えー、日産、ルノー、三菱からもらってたということで合わせてね。ね でそれっていうのは国際的な水準で考えるとねそんなに多くないんですよ例えばアメリカの GM っていう会社だったら25億円もらってるっていうことですし例えば日本の孫さんだったら報酬は1億円ですけど配当金で100億円ぐらいありますから100億円ぐらいあの年収があるってことですよね。でソフトバンクのですねナンバー2の方なんかはやっぱり100億円の報酬がありますよですから国際的に見るとですねゴーンさんの報酬がものすごく桁外れなのかっていうとまあそれほどでもはないということでありましてね。だからますますす日本 本に、ね、経営者が、ね、素晴らしい経営者が来てくれないんじゃないかなっていうねそこがちょっと私の、ね、懸念しているところですね。では、ちょっとその次いきますけども、えー、米中貿易戦争一ということで、えー、ま,ずアメリカがまずはアメリカが仕掛けたということでありまして、えー産,業ね産,えー、産業機械、ですね電子部品に産業機械電子部品に完全に25%上乗せとで中国もやっぱりね報復しますんでね えー、大豆自動車へ同規模の、えー、関税ということで,でそれが第2弾第3弾と、えー、続いてるんですよということですねで。米中貿易戦争ということでありましてね、えー、貿易戦争を行われた結果どうですかっていうと、まあ、中国っていうのは産業ロボットで非常に強いわけなんですけども約5割もね輸出が減ってしまったよと。 一方でアメリカなんですけども大豆、車ですね約4割輸出が減少してしまったよということでこの貿易戦争の結果ですね結構お互い傷を負ってしまったってことですねでこれがやっぱり金融市場に、ね、悪影響を及ぼしてるんですねやっぱりあのアメリカと中国というのは世界経済のもう両輪ですよこれから見ますけどもう GDP が巨大ですよ。 えー、日本が、ねあのー、GDP ナンバーででずっと来てたわけですよね1968年に当時は GNP というふうに言われておりましたけども日本が西ドイツを抜いて世界のナンバーツーになったとでそ,こでそれでずっと世界のナンバーツーは日本だったわけなんですけども2010年に中国に抜かれたということでそれから日本は世界第3番目の国になっちゃったということなんですけどそれからもうねやっぱり。 アメリカと中国が、ね、世界経済の両輪になっちゃってるということで,で世界経済の両輪がドンパチやっちゃったらですねやっぱり金融市場としてはいいニュースじゃないということでやっぱり金融市場がなかなか盛り上がってこないですよねじゃあその次ですね。 アメリカは中国が目障りなんだということで、まあ、貿易戦争を仕掛けてるわけなんですけどもアメリカの貿易赤字ですね先ほどもちらっと申し上げたかなというふうに思いますけども貿易赤字が巨大なんですね中国はだいたい中国からの貿易赤字が、まあ、全体の約半分なんですよ3756億ドルということでありまして。 まああのアメリカの貿易赤字っていうのは約8000億ドルあるということでその半分がね約半分が中国であるということですねで。ちなみに日本は第3位2位がメキシコなんですけども日本は689億ドルということで第3位ですね。 えー、GDP に、えー、あここちょっとあの書き忘れましたけどこれ GDP ですね2017年の GDP です2017年の GDP なんですけどアメリカは19.4兆ドルそして中国は12兆ドルということでありましてね、えー、アメリカは約20兆ドルですよ、ね、だから2000億円ぐらいですねそして中国は12兆ドル、まあ、大体1ドル100円で換算すると1200兆円と。 それだけ GDP をそれだけの規模の GDP であるということでちなみに日本はだいたいた兆兆円5兆ドルですよねですからまあ中国は日本の倍以上そしてアメリカは4倍ぐらいというまあ規模になるわけなんですけどももう今やね中国の日本はもう倍以上の差がついちゃったと2010年の時にねようやく中国に抜かれたということなんですけど今や倍ぐらいの違いですね。 でこれがです、ね、2030年になりますとこのままのペースだったらということで HSBC という、ね、メガバンクがあ,ありますけれどもヨーロッパにありますけれどもそこが試算したところによりますとです、ね、アメリカは兆ドルなんです GDP が2030年試算によりますとそして一方で中国は26兆ドルなんです、ね、2030年に抜いちゃうんじゃないかっていうねそういった試算を HSBC が出したんですよ。でこれはね アメリカとしてはもう困ってしまうということですよね、俺たちが一番だというのがアメリカですから、で GDP で抜かれちゃうと、非常にね、それはアメリカとしてはもう嫌なことですからね、ですからもうアメリカっていうのは、今やもうこうなる可能性がちょっとね、見えてきてるということで、非常に目障りな存在になってきてるわけですね。え貿易赤字ということで、ね、アメリカは中国で、ね、ごめんなさい、中国はアメリカで稼ぎまくっていると、これも非常にアメリカとしては目障りなこと。 そして今後ですね2030年には中国が GDP で抜いちゃうんじゃないかということでアメリカとしては非常にね不愉快なことなんですよね。まあね貿易赤字について一言申し上げておきますとねアメリカっていうのはね消費がねもう本当に巨大なんですね。アメリカの消費っていうのはね GDP のねあのー、8割えーえー、っと GDP の7割なんですよね。アメリカの消費個人消費っていうのは GDP の7割なんですよ。で中国はそれに対して4割なんですよ。 日本は6割ですねですからアメリカの消費っていうのあ個人消費っていうのは非常に巨大なんです、ね、ですすねから国内の生産だけだったらなかなか賄えないっていうのがありましてじゃあ輸入しましょうということで貿易赤字が膨らむんでアメリカのその消費の構造自体に結構その理由があるんですけどもトランプさんが言うにはこれはドルが非常に高いからドル高が原因なんだということでもっとドル高を是正しないといけないっていうねそういったこと。 ことをねたまに言われたりするんですよね。であとですねまあ、中国が目障りだっていう理由なんですけどもあの結構中国はですね知的財産権を侵害したりすするんですよねこれはアメリカとしてもまあアメリカ以外にもね日本だってまあこれには本当に困ってるということですね。そして中国の政府はですね中国の企業に対してものすごく補助金をね出すんですね。 中国の企業はものすごく中国の政府から補助金をもらいますからいっぱい生産ができちゃうといっぱい生産をしすぎちゃうんでアメリカに売っちゃうとそういうふうにアメリカは解釈してるんですね。で補助金はそもそもですねフェアじゃないですよね中国の政府がですね中国の企業に補助金をたんまり上げるということはその分だけですね楽に商売できるということですから、えー、フェアじゃないということで、まあ、そういったことに対してもまあ,うーんあの怒ってると。 それから技術移転ですね。これも痛いんですよね。 あのまあ、アメリカなり日本なり外国の企業が中国で商売する際にはです、ね、その技術をよこせというふうに言ってくるんですね政府にその技術をよこせないしは地元の企業にその技術を提供しろと技術を移転しろというふうにまあ強要してくると、まあ、中国はそんな事実はないというふうに言ってるようなんですけども技術移転っていう、ね、問題が結構あるんですねだから中国としては知的財産権を侵害して技術を手に入れてるそして技術移転によって技術を手に入れてるということが 今飛躍的にです、ね、中国の企業が伸びてるというふうにそれからサイバー攻撃ですねこれもアメリカとしては中国の目障りだとう思うことの一つなんですけども、まあ、サイバー攻撃の9割はね中国からの攻撃だっていうふうに、ね、アメリカは考えてるんですね。ですから、まああのえー、ちょっとね目障りの存在なんでということで、まあ、貿易戦争をアメリカが仕掛けたということになってるんですね。 で丸 ④ ということでありまして、えー、じゃあアメリカの狙いなんですけどね本当の狙いはねやっぱり、ね、ここなんですねサイバー分野 IT、えー、ハイテク分野ですねここで主導権を握りたいっていうのがね本当の狙いなんですねで今のうちにじゃあ中国を叩いておこうかということでありましてそのうちの一つが関税引き上げで金を稼が,稼がせないっていうことですね あの中国はアメリカで稼ぎまくっているということですから、えーまあ、それを、えー、させないぞということで、えー、ありましてあの貿易戦争を仕掛けたんだということですねで。これも大きいですね、えー、ファーウェイという、ね、中国の会社なんですけれどもモウ・バンシューさんという、ね、創業者の娘さんなんですけれども CFO なんですがこの方がカナダで逮捕されたということなんですね。 あのファーウェイという企業はです、ね、非常に強い企業でありましてあのスマートフォンとかあるいは通信基地なんかを作っておりまして通信基地だったら売り上げで世界第一です、ね、売り上げで世界第一通信基地の、ね、世界第一はファーウェイなんですよ。えーまあ、2位が、ね、ちなみにスウェーデンのエリクソン。 えー、そして3位がフィンランドのノキアとそして4位が中国の ZTE ということでありまして、まあ、基地局なんかでも情報の、えー、基地通信の基地局なんかでも、まあ、中国というのは頭角を表しているとでそれからスマートフォンですねこれファーウェイ 2,、まあ、2位ですよねアップルが3位で,で1位がサムスンで韓国のサムスンでということであのスマホなんかでもそのファーウェイが非常に伸びていると。 ですからこのファーウェイをやっぱりちょっとねアメリカとしては叩いておきたいなということでありまして、まあ、カナダでですね逮捕して。 カナダとアメリカというのはもう仲良しの国ですから、まあ、最近トランプさんになってです、ねあのーまあ、カナダとアメリカの,その貿易の関係というのもちょっと、ねえー、ギクシャクしているところはあるんですけどアメリカとカナダというのは本当兄弟というか、ねえーまあ、弟みたいなものなんですかねアメリカからしてみれば、ね、アメリカって、まあ、もちろんイギリスと仲いいとそしてお隣の,韓国あの、えー、カナダと仲いいとそれからオーストラリアとニュージーランドとも非常に仲いいんですねこれアンングロサクソンというのででつながっておりますんでね。 えー、ですから、カナダで捕まえてとていう、ねえー、ことでありました。で,、えー、っとですから、ああ中国をた、ねえー、叩いておこうとでファーウェイをこの、ねえーまあ、逮捕した理由なんですけども、あのー、よからぬことにその、まあ、使っていると。 イランなんかにね、えーそ,のまあ、そういった技術なんかを提供してるというねそういったことなんかをアメリカは理由として挙げてるんですね。でファーウェイの不買運動なんかをですねアメリカが同盟国に呼びかけてですねでやっぱりそのカナダだとかイギリスだとかオーストラリアニュージーランドあるいは日本なんかもそうですけどあのファーウェイの製品をね政府,調達政府が調達しないっていうことを言ったりしてですね、えー、まあファーウェイ叩きっていうのをね 今、アメリカがしているということなんですよね。 でまあ、サイバー分野で主導権を握りたいってことなんですけどこのサイバー分野ですね、まあ、5G っていうふうに言われますけど第5世代移動通信システムですね、えー、これでまあ主,主導権をですねもし握ればですねこの 5G っていうのは情報だけじゃなくて、まあ、経済、軍事なんかにも非常につながってくるところでありますからそのサイバー分野で主導権を握ることができればこの情報だとか経済だとか軍事なんかでも主導権を握れちゃうね。ね サイバー分野で主導権を握ればこれから安泰なんだということでアメリカはここを、ね、サイバー分野を非常に抑えておきたいんですね。なので、まあ、こういう、ね、貿易戦争を仕掛けているのかなということでありますけどね。 まあただ、ね、貿易戦争をやった結果先ほど申し上げましたけど中国としても産業,ロ産業ロボットが約5割輸出減ってしまったよとアメリカとしても大,大豆と車で、ね、約4割輸出が減ってしまったということで傷をお互い負っているということですから、まあ、貿易戦争というのはかなり、ねえーまあ、お互いにとって大変なことであるということですしそしてあのその当事者以外にも、ね、やっぱ悪影響が出てくるんですね。 やっぱりアメリカと中国がけんかをするということはですねやっぱり世界経済にはいいニュースじゃありませんから金運市場としては悪いニュースというふうに捉えてですねあのリスクがちょっと、ねえー、あるなということで、まあ、円高株安っていうねそういった流れにどうしてもなりやすいんですよね。だから日本としてはその米中貿易摩,貿易摩擦貿易戦争がね、えー、長く続くようであれば、まあ、悪影響が日本の経済にも出てくるかなということでありましてそこがねねちょっと、ねまあ、懸念材料かなとうう思いますね。 まあ2018年ですね、えー、私の方でちょっと振り返らせていただきましたけどまあ融和と対立ということでまあ融和の方がねちょっと目立たないかなっていうふうに思いますけども一応融和もあったんだとだけどもやっぱりこの対立の方がねちょっと目立ってるところがあったのかなとそして対立の方がね、えー、まあ相当のね 影響を及ぼすのかなということで、まあ、これからもね、特に米朝貿易摩擦なんかは見のあの、しっかりと見ていかなければいけないのかなというふうに思いますけれども、まあ、2019年の、ね、経済ね、えー、よくなってほしいなというふうに思いますけれども、まだまだ米中貿易摩擦が続くでしょうし、ね、日,本日,本で目を日本に目を向けますとです、ね、消費税増税もあるでしょうしということで、いろいろイベントが続きますから、まあ、今後の、ね、経済、まあ どうなるのかなっていうのを考えていきたいなと私の方では思っております。それではですね、2018年の経済を振り返らせていただきました。私の方からは以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。